大雪警報が出てたんですけども、幸いなことに24日は快晴の中で高浜町の街中を約600人でデモ行進をしました。その様子は先ほど誰かが言ってましたけれども、確かに高浜町の人たちは好意的に見てくれている人が多かったです。まあ、中には交差点で車を止められてブーブー鳴らしたやつもいましたけれども、まあとにかくそういう状況の中で、当日は終わりまして、私たちは高浜町の民宿に一泊しました。それで翌日目が覚めると、これはこれはまたすごい雪で辺り一面銀世界でした。昨日24日には原発のゲートの方へ行けなかったもんですから、仲間が車で来ていまして、4人でゲートの方へ向かいました。その途中、道の中、空き地があれば警察の車両がそこここに、まあ何を監視してるか知らんけども、とにかく警官だらけでした。で、原発の方へ向かう一本道ですけども、向こうから来る車両はほとんど8割ぐらいが警察車両でした。まあ僕らを迎えてくれたのかなというふうに、思ってましたけれども、とにかくゲート前に着いて、先ほど報告がありました、テント村へ激励に行ってきました。前の晩から雪が降って大変な状況の中で、3名の仲間がテントを守って、風が非常に強くなってきたんで、テントの補強に余念がないところでした。で、たまたまそういうところへ、警察の関係者が来て、とにかくテントを撤去しろという、まあとりあえずは、穏やかにして撤去してくださいというふうなことを言ってました。で、まあとにかくたまたま私たちも行った時ですから、多少人数も多かったもんで、まあいざこにざにはなりませんで、とにかく早く撤去してほしいというようなことを言ってました。で、その警察官にちょっと聞きましたら、24日は愛知県警も含めてなんと600人の警察官が動員されたそうです。で、600人ね。で、私たちは先ほど報告がありましたように600人ですよね。一人一冊ですよ、これはとんでもない話でね、こんなことを許してはならないというふうに思いますけども、これほどの税金の無駄遣いはありゃしないですよね。何を警備しようか、一民間企業の電力会社の原子力発電所を愛知県警、福井県警が守っているという構図は、ある意味非常に滑稽な話です。国策の原子力政策ですけども、そういう権力があらゆる力を利用して我々反対運動を威嚇しているという感覚がありました。で、まあ車で途中原発の現地へ行く中、雪が降ってましたけども、異例、何か所かこう回っていくわけですけども、若狭湾の海は非常にきれいです。あんなところに原発を建ててですね、たかだか民間企業の営利のために電気を、たかだか電気を作るだけの施設を決して起こさせてはいけないというふうにつくづく思ったわけです。そういう状況の中で、まあテントの人たちを激励をして、まあそこは非常に我が田の寒い雪の中でおそらく一晩明かしたんでしょう。それからもずっと続いているでしょうから、まあその人たちのためにも私たちは首都圏でできることをみんなでやって、ぜひ
高浜原発の再稼働を何としても止めるための行動を続けていかなきゃいけないというふうにつくづく感じながら帰ってきました。で、帰ってきて床を見たらですね、これは朝日新聞の調査のようですけども、あの高浜原発の30キロ圏内には約19万の人たちがいるんですね。で、何かの時に避難をしなきゃいけない、で広域で避難体制を作らなきゃいけないということで、京都大阪市があるいは徳島まで入ってましたけども、4府県の56市長町と市ですね、そこが受け入れるということになっているそうです。ところが朝日新聞の調査ではいまだに約1割の市長しか市や町が受け入れ体制を決めていないと、あとほとんどのところがまだ体制ができていないと、そんな状況の中で原発を動かそうとしているわけですね。これはね、本当に住民を無視して自分たちの電気を起こして金儲けのためにそういう人たちを無視するということで、改めて怒りが込み上げてきた時代です、とにかくみんなで頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一人ごめんなさい、いらっしゃるんですね。一緒にバスで行ってくださいました柴田さんです。すいません、ちょっと他にもいっぱいお話ししたい方がいて、はい、はい、時間があるから柴田話しろということだったんですけど、弁で爽やかな方が多いんで、短時間にということなんで、詳細にね、高浜の現地の会合その他については、ご報告がありましたんで、私は現地では一つだけお話をしたいと思います。予報ではね、大寒波と大雪が来るということで、大変なこう決心をしていったんですけど、24日の朝はですね、好天晴天ということで、現地の人に聞いたら一冬で 2,3 回しかこういうような青空は見えないということでした。で、ゲート前から海を見るとものすごい綺麗なんですね。日本海の海ではないです。それこそ地中海のブルーっていうかな、そういう非常に綺麗なところでね。で、原発のすぐ近くで、いかだを組んで貝を養殖をしてるんです。約4年止まってますから自然が戻って、非常に美味しい貝が養殖できる。動かさなければね、こういった漁業もできるのになんで動かすのかなというふうに思いました。それと、もう一つは高浜原発はね、意外とこう大都市に近いところにあるんですね。普通原発は人里離れたところにあるんですけど、すぐ近くに舞鶴、したがって京都、滋賀、それから地元の福井ということでね、ものすごい人口が多いところにあって、万が一事故があったらもう多くの人がね、亡くなる、あるいはものすごい大きな影響を受けるということです。で、しかも琵琶湖がすぐ近く、関西の水がね、この辺のところも全然もう水としてはね、飲み水としては使えないということになります。で、しかもご丁寧にプルトニウムが入った MOX 燃料を燃やすということなんでね、どこをどう取ってもこれを動かすのは福島事故を経験した後はね、もう正気の沙汰ではないと、何としても止めないといけないというふうに感じました。以上です。どうもありがとうございました。だいぶ冷え込んでまいりました。ここらで少しちょっと歌とか踊りとかも入れていきたいと思います。ドンパン節を一つ入れていただいて、その後、自由発言に入りたいと思います。
西尾さんとか皆さん楽器を持ってらっしゃる方お願いいたします。その準備の間にそのちょっと1分間だけ高浜の集会で、印象に残ったことなんですが、原発現地 のトンネルのそばにですねいつもいるんですが、お猿さんがいるんですね。それでその今回もそのバスの横をお猿の親子たちがですね3頭4頭5頭一緒に走って、やはり小さな命たちも抗議をしてるんだなと思いました。それからお話の中で、中島哲也さんなんかは表紙電力を使っているのは、都会の人たちだから皆さんも現地だと思って頑張ってくださいというような話があり、また桑田真澄さんも福島の話をしました。だからもう一つ私が一番心に残ったのは鎌ヶ崎の労働組合の労働の方なんですけれども、辺野古の基地から帰ってきたばっかりですと、一番気持ちに残った向こうの山城さんの言葉でね、皆さんここにいるのはシルバーが多いですねと、でもシルバー全然悪くない、シルバーはいいんだよ、頑張れ、磨けばシルバーはいぶし銀だって言ったそうなんですね。はい、ですのでね、いぶし銀で私たちは頑張ろうと思いました。そしてその鎌の方がもう一つ言ったんです。辺野古の基地ゲート前を見て、自分はその希望はこのゲートのその向こうにある、ゲートの向こう側に希望を見るような気持ちになったっていうので、最初何のことかなと思ったんですが、いつの日かそのゲートの向こうの基地が、沖縄では基地がない日が来るだろう、そして原発でもゲートの向こうに原発が消える日がいつか来るだろうと、だから僕はそこに希望を見る、ゲートの中にこそ希望はあるんだというようなお話をまたその方がすると、すっごくそうだっていうような元気が出るような気がいたしました。ありがとうございます。ご準備の方はよろしいでしょうか。ドンパン節の皆さん、ちょっと前の方にお願いいたします。皆さんもどうぞよろしくお願いします。太鼓など、はい、はい、じゃ高浜原発バージョンでいきます。これはもともとは仙台原発の、方が、作られた歌があります。それを高浜原発、バージョンでいきます。それどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパーパどんどんパーパどんパンパン福島原発忘れない、爆発原発忘れない、原発なくても大丈夫、元気は足りてる困らない、それどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどどパパどどパパどんパンパン、高浜原発動かすな、関西原発動かすな、原発なくても大丈夫、電気は足りてる困らない、それどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどどパパどどパパどんパンパン、福井の原発動かすな、若狭の原発動かすな、原発なくても大丈夫、電気は足りてる困らない、どんどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどどパパどど